徳井健太のアイドル理論。よろしくお願いします。いや、握手ちっちゃい。結構しているのにね。今日は札幌に来てますね。ミーワラウィークっていう吉本のイベントがありまして、ちょっとね、あの皆さんの思ってる札幌とは違うと思うんですけど本当はもっとね、ここはやっぱあの南一西十二年で端っこなんであれですけど、もうちょっと行くともっとあの皆さんの知ってる景色があるんですけど、ここはちょっとね、まあ寂れてます前インタビューしてもらってね、テレビジョンのやつ、あれが結構、まあ、いい意味でも悪い意味でも話題沸騰でね、やっぱその地下アイドルを結構ぶった切ったインタビューしたんで、僕はまあいろいろと賛否両論ありましたけどね、まあ、そんな番組なんで、今日は札幌を代表する男女混合アイドルというアイドルなんですかね、わかんないですけど、に初めて来てもらいまして、男子が出るの初めてなんで、はい、お呼びしましょう。ギークさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はじめまして。よろしくお願いします。だからアイドルっていうよりはですよ、ね、まあ一応アイドルで、はい、一応やってる、はい、そうですね。ダンス&ボーカルユニット的なことですよね。そうですね。そうなんだというと、そうなんですよ、うん、女性が2、男性4、もともとはっていうこともあります。もともとはもうちょっとこう、あ、そうですね。違うんだ。人数はずっと一緒です。あ、人数が一緒でメンバー変わってんだ。変わってる。なるほど。ずっといる人は僕です。あ、結構いるじゃん。はい、あ、で、じゃあいまして、2人が変わった。そうです。どのぐらいなの。入ってた、僕は結構あの早い段階で入ったんで、できて半年とか後ぐらいに入ったんで。あ、今結成は3年目迎えて、次4年目に入ってます。結構やってらっしゃる。はい。お姉さん、私はまだ入って1年ちょっと。あ、でも1年やってんだ。あ、そうです。まあ、ちょっと直射日光がついてるんだちょっと事務所近いですか。はい、もうすぐそこなんで。じゃあ、行きましょう。これ全部あの、全部撮るスタイル。あ、そう。歩くんですか、あっちまで。はい、全部。なるほど。全部あるスタイル。すげえ。街ブラとけてないですか。まあ、これ街ブラっていうほどなんかいじるもんもないんで。やりますよ。ないないよ。雑居ビルしかない。雑居ビルじゃないよ。まあ一応やっぱ自己紹介していきますか。はい、はい、あ、皆さん、はい、はい、ギークのほのかです。よろしくお願いします。ほのかさん、声ちっちゃ。その年齢は言っていいやつですか。はい、大丈夫です。じゃあなんとなく、色分けされてるんですよね、だからね。そうですね。ってことなんですよね。はい、はい、オレンジ担当の。オレンジ担当なんですか。はい、今26なんですけど、もうすぐで27になります。ああ、結構ね、姉さんなんですだからやっぱアイドルっていうとちょっとなんか語弊出ますよね。そうです、そうです。だから恋愛禁止とかでもないんでしょ、別に。そんな厳しくはない。さすがに27とかで恋愛禁止だってバカげてるもんね。厳しいっすもんね。ねえ、変なやつだもんね。もともと何か、何やってらっしゃったの。もともとはでも特に何も、はい、ずっとダンス、ずっとダンスをやってて。もう小さい頃から。そうです、小6の時にやってて。で、なんかいろいろどういう人生を歩んできますか。で、まあ高校ぐらいから、まあ、はい、芸能、こう、いや、ダンスをこうもっとちゃんとやっていくようになって、で、友達のなんか紹介というか。もう怪しいですね。あ、もうやめちゃった、もっとやめちゃった、元メンバーが。もう一人の方ってこと。あ、そうです、あの、この子じゃなくて別の女の子がいたんですけど、その女の子にあの誘われて、おー、入ってみないっつって、はい、で、オーディションを受けて入ってみ、で、その子は辞めたんだ。辞めました。誘った側が辞めました。一番早く辞めました。その子はちなみになんで辞めちゃったの。なんかやりたいことと違ったみたいな感じで。なるほど、ね、でもその後あのポールダンサーで、なんか、あ、ポールダンサーになったんだ、はい、で、彼女もやってるんですけど。あ、そうなの、ね、私も一応あのもうポールダンスのできます。この月のラインでやってるってこと。そうです。あ、そう、ありなんだ。ありです。ありです。何でもやってます。もうすべて。あ、もう全員崖っぷち状態なんだ。そうです。崖っぷちですよ。そういうことね。あ、それはいいね、よかったこと。じゃあよかった。人間やっぱ崖っぷちになってからだ。あ、そうですね。はい、紫担当の
のテイです。テイさん、テイテイって呼んでください。テイテイさんは24回、はい、24です。あ、ダンス歴20年って書いてますね。あ、そうですよ、どう、すごいね、それすごいんじゃないの。そうですね、なんか知らないうちで始めてました、ダンス。何ダンス。クラシックバレエが一番初めですね。じゃあもう親御さんも結構熱心な方なのか。はい、なんかお母さんがそもそも劇団四季とかに私を入れたくて。お母さん何やってる人なの。あ、ママは全然専業主婦です。なのに、はい、へえ。なんかお父さんがバンドマンとかで結構音楽一家ではありましたね。じゃあバンド組んでんだ、お父さん。組んでた。お父さんやってました。何系のバンド。そう、まあ、安全地帯とかそういうの好きだったんで、そっち系の。安全地帯かと思った今。かと思った。結構いろんなバックダンサーやってですね。そうですね、育ちが東京だったんですけど。あ、そうなの。はい、そっちで結構やってました、いろいろと。すごい歴なんじゃないこれって。なんかでもなんかすごい小さい時の経歴なんで、あんまりちょっと恥ずかしくてあんまり言えないんですけど。三浦さんとかの人もやってたの。そうですね、小さい時に。あ、小さい時に。中学生ぐらいの頃に、うん、結構いろんなアーティストさんのバックダンサーとか。でなんで北海道に帰ってきたんですか。また転勤で高校生の時に北海道に帰ってきました。うわ、辛いんでしょう。辛かったでしょう。辛かったですね。ねえ、友達ないもんね、だってね。はい、なかったですね。学校行かなかったですね。ああ、そう、はい、くれた。はい、くれました。あら、高校は卒業した。してない。しました、しました。した。はい、やっぱパパがなんか辛い顔してたんで、なんかそういう胸が痛くて行きました。あ、そっか、悪いことした。悪いこと。何したの。悪いことした。いっぱいした。そうですね、大体した。大体やりました。大体やった。大体やった。俺らも聞いてないんじゃないこれ。気になるよ。初耳。はい、はい、ピンク担当の俊太です。ピンクを男性がやるっすね。そうなんですよね。そのまあ途中から入ったって先ほど言ったんですけど、時に、はい、まあ、その選べる色がまあ、あ、どっちかだったの。ピンクか紫かみたいなとこは、まあ、ぶっちゃけあって。なんでピンクにしたんですか。もう最終的にはもうその社長とメンバーが、うん、まあ、俊太はピンク、どっちかというとピンクっぽいね。でも分かんないでしょ、まだ俊太君のそのキャラとか分かってない状態で。なんとなく知り合いだったんで。ちょっと前から、はい、ダンサー友達、それともなんか、あ、僕もちょっと前にあのグループやったりとか、歌とダンスやったりとかもあったんで。そっか。あ、じゃあなんか違うグループ同士の知り合いだったんだ。そうです、そうです。あ、ぶっこむき系。ぶっこむき解散したんで。あ、結構ね、言い方ありますけど。そういうのもあるよね。そういうのもよくある。結構前だったんで、それも解散が結構前にして。じゃあどうしてたの、一人でその間は。その間もあのもうフリーで、うわ、もう所属しないで。うわ、大変だね。その何、なんかライブで呼ばれたり行くみたいな感じだった。そう。うわ、知り合いの方が、うん、あの主催とかしてたら愛情でね、歌ったり踊ったりとか。それでもやっぱついてきてくれるファンとかいるもんなの、やっぱそれ。あの、まあちょっと今、ね、いらっしゃって、うわ、すげえね。はい。曲作りもできるんだ。曲も、先日、うん、あの、初めてグループの曲を作って。いいね。楽しいでしょ、そういうのね。楽しかったですね、ちょっと嬉しかったですね。バッチンバッチンにピアス入ってるの。バッチンバッチン入ってますね。何個ですか。何個空いてんの。5個。そういう、なんでなんでそんなピアス開けたの。そこ疑問ですか。いや、疑問だよ、やっぱ俺開けなかったからさ。あ、でもやんちゃしてた。やんちゃはしてないっす。もうピアスが好きだったの。なんか、それこそ、高校入るぐらいの時から、うん、まあ、やっぱその、好きな芸能人とか、あのアーティストなんかだった。誰だったの、好きなの。その頃はバンドが好きで、もう誰だ。ウーバーワールドさんとかめっちゃ好きだったんですよ。あー、結構走りだね。で、今はもうすごいトリプル A さんとかそういうもうダンスボーカルがめちゃめちゃ好きなんですけど。あ、そっぱそっち好きになるんだ。なって結構違くないそれ。でも急になんですけど。でその好きなアーティストさんが結構やっぱピアス開いてて。開けてた。トリプル A って開けてんの。開けてます、開けてます。バッチバチ。いや、バッチバチまでかはちょっとあれなんですけど。でそれでなんか好きなアーティストさんと同じとこ開けたいなっていうので最初は開けたりとかで。ちょっとやっぱ女子っぽいのどう。いや、僕っすか。女子っぽいっすね。俺もそれよく思うの。あのさ、例えばさ、女の人ってさ、なんだろうな、まあ道端姉妹とかさ見てさ、可愛いってなって、なりたいってなるじゃん。けど男子ってさ、例えばキムタクかっこいい、なりたいとは思わないで。ちょっとライバルじゃないからさ、キムタクさん好きって言ってる女子見ると、なんだよ、ちょっとなるな、これ男子だと思うのよ。だけどそのトリプル A 好き、トリプル A みたいになりたいってちょっと女子の感覚をお持ちになってるよね、それで。そう、結構彼ったらでもそうかもしれないです、ね、彼はなんかこう
あ、いやいやいや、語弊があります、語弊があります。あ、でも最高系じゃん。最高系ですか。どっちもいけるわけじゃないで。人類愛でしょ。最高系ですでしょ。キラキライエロースーツ、タイガです。タイガさんだ。タイガです。タイガさんもじゃあお名前がタイガってことよね。うん、違う、ね、タイガです。あの大きいに変わって感じのタイガじゃない。どうじゃない。漢字で書きますか。あ、いや、嫌なり嫌なり。なんか難しいんですよ。はい、どうしたの。なれそめがありまして。なれそめ、それまでの道ですか。あ、タイガってタイガじゃなかったんだ。そういうことになっているんですか、これは。ねね、そういうことなんですよ。ちょっと複雑な人なんですよ。全部言って、家庭環境とかもあったりしないですけど。タイガは関係ないだろ。ないんですよ。ないんですよ。は、変な人なんですよ。変な人です。ちゃんと言って。どういうこと。まあ、そうですね。まず言いたくないことは言わなくて。いや、あの中央区で生まれました。おお、すすきのだ。というと、もうすぐそこのあの病院で生まれたんですけど。おお、いわゆるだからその飲み屋とかのお母さんなんで。サンバダンサーなんですけど、うちの親。嘘つくなって、お前。マジじゃん。マジでサンバダンサーで、この間趣味じゃん、それは。ちょっと出てたんですけど。美容師だろ、お前の。美容師もあの営んでるんですけど。それで、りょうたという名前をつけてもらいまして。おうおう、これはばあちゃんがりょうこと言うんですけど、りょうをもらいまして。珍しいね。はい、ばあちゃんがりょうをもらって。超珍しい。それで、りょうたってなったんですけど、うん、りょうくんがいるということで。あ、僕りょうって言うんですけど。そっか、りょうくんがいるからりょうただろ。ちょっとりょうとりょうただろ。そうなんですよ、はい、一文字で違うというので。りょうって言われることもあるしな、りょうたの場合。そうなんですよ、だから社長が変えた方がいいっていうので、うん、みんな本名なのに自分だけ本名じゃないんだ。そうなんですよ。辛いね、それけど、自分の本名的には、うん、タイガが良かったんですよ。生まれてついて欲しかった名前が。あー、自分が好きな名前なんだ。タイガなんだ。そうなんです。だからそれを芸名でじゃあつけようと。あ、それでタイガになりました。全然ややこしくないじゃん。22歳です。あ、若いんだ。22歳です。一番最年少なんですけど。今まで何やってたの。渡辺エンターテインメントのスクールにちょっと通わせていただきまして、はいはいはい、1年で卒業というね、契約だったんですけど、はいはいはい、そこで公開オーディションをやりまして。ありますよね。で、はい、13社からオファーをいただいたんですけど、うお、ちょっと学業が北海道から飛んでたんで、月曜日の出席日数が足りないってなってしまって。あ、高校の時は、ね、そうなんですよ、うん、それでちょっと後日にできないかって連絡をしてしまったところ、うん、全てなくなってしまいまして。あ、まあそりゃそうだよね。そこまでじゃないわけですね、こっちもね。それで、今に至ります。じゃあなんかすごいあれだね、チャンス潰した。そうなんです、やっちゃった系男子です。チャンス潰してこちらのグループに入った気持ちがあるんだ。そうなんですよ。でも嫌だな、俺そんなやつ一緒にやるの。でもすごく緑担当のりょうと申します。りょうさんだ、緑、はい、おいくつですか。25です。25、はい、あ、でもこれもまた元みたいな。あ、そうなんです。元ラボーイズっていうグループを北海道でやってたんですけど、はい、それこそうちのリーダーのハヤトと一緒に、はい、あ、また、じゃあ二人が始めたに近いんですか。はい、そうですね。あ、このグループ自体を。そうです。あ、で、そのラボーイズっていうグループが、はい、僕新メンバーで入ったんですけど、はいはい、入って8ヶ月で終わっちゃったんですよ。うわ、それちなみに原因はその、なんかもうまあまあ、お金お金のお金を持ってかれたってこと。持ってかれたというよりか、まあちょっと、まあ、ブラックな感じだったんだ。はい、あまりにも俺らに見入りがねえだろ、なめんなっていうパターンのやつ。そうです。なるほどね。なるほどなるほど、まあ、やってられなかったんだ。だからちょっとあんまよく分かってなかったんですけど。だから8ヶ月じゃ分かんないね。はい、リーダーは知ってたの。リーダーは最初からいたんで。あ、全部見えてたわけだ。はい、もうゼロだったんです。それゼロ、うわ。もう8ヶ月辞めたくなくて、はい、僕そうだよね、始めたばっかだもんね。そうなんです。で、ここの事務所に話しに来て。おちょっと直談判で行ったの。行きました。すげえね。で、ちょっと入らせてください。2人揃って行ったの。はい。で、でも当然ここの社長さんも知ってるわけでしょ、そのグループとその会社のことは。はい、知ってます。でも、いいよみたいな、おいでみたいな。お、優しい。言ってくれたって言ってくれた。優しい、はい、でもその時男性グループなんていないんでしょ。いたんだ。僕たち入った時はいなかったです。いないよね。はい、あ、ちょうどなんだ。でもその前にはいたんだ。
言いました。なんならその僕たちが入ってたラボイズはもともとここの事務所で結成されて、先輩抜けたの、先輩男性グループと一緒に出てってなくなって僕たち二人がまたここに入っちゃった。すげえなすごいね、それでもやっぱ受け入れてくれてるんで優しいね。はい、そうなんですよ。そして最後リーダー、はい、はい、リーダーのハヤトスターと申します。あ、スターがつくんだ。はい、僕はスターがつきます。本当だ、はい、スターついてる。はい、27歳ねえ、大変ですね。まあ、半分人生ちょっと聞きましたけど、でもう何歳ぐらいからやってるんですか。あ、僕はでも高校卒業してから本格的にダンス始めたんで、はい、19年ぐらいですね。最初はどうした。最初は、最初高校卒業してダンスのレッスンにこう毎日通ってで、うんうんうん、そこでまあラボイズ、あ、もうのメンバーにこうじゃあここ勧誘されて、はい、入るんです。ライブプロ、ライブプロに入る。もう入った。もう、はい、あ、じゃあもう芸歴も結構そのままなんだ。そうですね、6年目ぐらいですかね。お客さんのこう前に出てやる。あ、そっか、レッスン中なのか。まだその時。そうですね、レッスンが2年ぐらい続いたんで。2年も毎日通って。大変だな。おうおうおう、いつ抜けんの、その時。あ、もう最初の方です。ラボイズができて、うん、先輩グループと一緒にここを抜けて、もうそれどん、その独立なんどんぐらいなの。独立の時は何年目、何年目ぐらい。いや、でも全然1年行ってないぐらいですか。それ不安じゃなかった。不安です。僕でも一番下っ端だったんで、うん、何も言えなかったんですよ。やばいなと思った。今どうだったのその時。あ、もう全然、あ、そうなんだぐらいで大丈夫。僕は大丈夫だったんですけど、うん、でまあ結果あんまうまくいかない。独立ってことはその時のリーダーが社長になったってこと。そうっす。なるほど、そこの社長が問題だったんだな。2年目ぐらいにあれえ、ちょっと待って、厳しいな生活みたいな。2年間ずっと厳しかったの。厳しかった。でもそういうもんだと思ってて。まあ確かに、うん、それはそうだね。やっぱそうですよね。まあ確かにそういうもんだけど、でもあまりにも携帯代も払えないし、ご飯も食べない。どうすんの、それマジでどうすんの。それもう女の子から借りるしかないよ、マジで。まあ言いづらいよな親か、でも親か女の子以外にありえないよね。まあそれはギャンブル か、 だから芸人とほぼ同じようなシチュエーションだよ。 でも忙しいわけでしょ、言っても。忙しいっすね。バイトする暇はないわけだよね、きっとね。ちょうどその時、まあ、他のメンバーも辞めたいみたいなのあって、あったんだ、やっぱ辛い、まあ、解散になったんです。あ、そっか、解散になったんだ。解散になったんです、ライブで。僕たちでまだやろうってなって、うん、ここの事務所持ってきて、いろんなメンバー集めてみたいな。それどうした、やっぱ社長どうだった、おおって感じ。そうっすね、全然なんかウェルカムな感じで。へー怒ってなかったんだ。怒ってなかったですね。まあ彼は関係ないですし、まあ、僕も下っ端だったんで全然分かんないまま出たんで。そうか、その社長、新社長が来たら分かんなかったってことか。なんでお前ちょろちょろ下げてきてんだよなったかもしれないけどまあそうっすね。で、騙されてるに近いってことか。よく分かんないで次に入っちゃって帰ってきたから、もうなんだって感じだったそうっすね。でもその時まだ19、20歳、20歳ぐらいです。だからまあまあそうかってことで、はい、そうっすね。まずさ、男女混合にしようってあんまなかったね。え、このラボイズは？ラボイズ5人で男だったんですけど。でね、男女混合ってまだそんなに流行ってない時期じゃない。まあ、リプレイさんいたと思うけど、まあ、そうっすね。だから結構社長からもすごい、やっぱずっとダメ出しされて、うんうん、もうあの男女はもうダメだみたいな、うん、でも、いや、やりたいやりたいやりたいってずっと。もそれなんでやりたいと思ったの、男女。え、なんでだろう、なんで。いやでもやっぱなんか被ってない、いないかなみたいな思ったんですよね。そういうことだよね。で、上司がと早と誘われたんです、男女グループで。でその時に、まあ、その男メンバーを探しつつ女メンバーも探しつつみたいな感じで。あ、じゃあ広報活動2人4人がするんだ。そうですね、はい。でまあもう一人男の子もいて、うん、あ、もうそれも、まあ、やめちゃったんです。やめちゃったんですけど、はい、それもゼロ期。はい、それもゼロ期。おお。で事務所の社長が彼を一般応募です。ようやく一般応募。一般応募。一般応募であのメールさせていただきまして。一人しか入ってこなかった。はい、そう。お、厳しいね。一般応募であのメールさせていただいて、今作ってるんでどうだっていうので合わせていただいて。へえ。
不安じゃなかった？不安というか、もう自分はウキウキしてて、ずっとそのやっぱり芸能活動が、まだ芸能活動やってないのかったんで、やれるっていうのですごくもう早く入りたいってなってて。そうだよね、目の前のチャンスを逃した状態だもんね。そうなんですよ、もう何にもないみたいな。そうだね、だからそうなんですよ、変な自信だけついてる状態でしょ。だから俺は13社から来た、受かっただけ、受かっただけで何もやってない。そうです、もう何もない人。そうだよね、これはやりたい、やった方がいいですよ。悩みないですか、じゃあシュンターさん。でそれこそ僕はあのマイグループやったって言ったのは、うんうん、その何年前だろうな、4年5年前ぐらいなんですけど、うんうんうん、18、19の時にちょうどライブプロに行ったんで。えでライブプロに行って解散して。え、その時じゃ会ってんの？でその時、はい、その、あ、そうなの。さっき僕言われるかなと思ったんですけど、言われなかったんで言うんですけど、その時もう所属だったんだ。はい、でお知ってんすよこいつら。そうだよね、彼がいなかったんで。おうおう、まあ、僕が知ってるんですけど。じゃあ同じ事務所の違うタレントさんと。じゃあ全然知り合いじゃん。違うグループでいて。だって男子さんもそんなにいないでしょ。あ、もう全然その時はもう本当その先輩グループとそのラボーイズと、うん、で僕がそのまだグループ組まれる前の、まあでも決まっててそのレッスン受けてる最中だったんですけど。じゃあ弟分だ。そうですそうです。おお、めちゃくちゃ知ってるじゃん。それめちゃくちゃ知ってて、うん、入ってたと同時にこう行く感じで兄貴分が抜けてったんだ。出てたんですよ。うわで帰ってきたんだ。で、で帰ってきて誘われるんだ。で帰ってきて、その…その時もそこいるのか。あ、でもその時は僕はもう帰ってきた時は、あのギークを作る時はちょうど僕はのそのフリーの時だね。ちょっと連絡なんでやめたの？ちょっと解散してる。解散してる。あ、ライブプロまたやめてんだ。そこやめてって解散してって。で、それは経て、その解散はなんで解散になっちゃう？その時はあのメンバー4人の男子の、あのダンスボーカルグループなんですけど、年齢も結構差があったりとか。あ、そうなんだ。で、やっぱまあ一番上はその時僕18だったんですけど、一番上もうあと1年30とかも。あ、まあまあ、もう10個違ったんで。で結構やっぱなんか同じ夢は見れないよ。やっぱちょっとそこでなんかあのベクトルがちょっとだん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 ちょっとずれてきて、生活を取るか夢を取るかって時にね、30と18だったのも違うよね。入るきっかけだったのは、うん、その社長から、うん、その巻いた女子が抜けるタイミングぐらいとかの時に、うん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 、なんか最近何してんだって。あ、もうそっか、できてんのかそのグループ自体。あ、もうできてて、その僕途中から入ったんで。え、それ気になんなかったあって。いや、これ違うんですよ。嘘言ってる。嘘ではない、嘘ではない。一回リーダー行こうの。僕たち一番最初にこのギークを作る時に彼誘ってんすよ。なるほど。でもゼロ金の時、ゼロ金の時を知ってるから。はい、知ってるから。避難、かわいそうな解散もして解散もして今一人でやってるって。夢があるならいいじゃんと。はい、で誘ったんですけど。誘ったら今エイベックス受けてるって。ゼータ裏切ろうとしてる。トリプルエイになろうとしてる。それはなんじゃないですか。それはだって考えてくださいよ。いや、そうだよね。あのでまだ合否出てないっていうんですよ。もちろん、もちろん。それはそうだね。その時僕最終まで来たんですよ、オーディションの、うん、エルクスの。まあ、それはそうだよね。憧れの事務所のオーディションの最終まで来たんですよ、僕。リアルな意見だと思うよ。いや、いわゆるメジャーリーグだよね。いや、そうです、そうです。エベックスはメジャーリーグ。で僕ら草野球じゃないですか。まあ、独立リーグ。いや、言ってもね、こっから頑張ってプロになっていこうっていうリーグ。もうあと1個ってとこ来てて。だから、ちょっと待ってって言うよな。ちょっと待ってってあるじゃないですか。そのタイミングちょっと電話くれて、うん、まあ、早とか電話来たんですけど。うんうん、今こうやって作りたい。全部言ったんでしょ？エベックスかもしれないって。まあ、でも、ちょっと言ったんですよ、全部。でも、うん、中間報告欲しいじゃないですか。何もしてこないんですよ。そうそうそう。で、俺ら動かなきゃいけないし、人数入んないんだったら人数別に集めなきゃいけないしみたいな。ちょっとイライラしたんだ。そうっす。だけど、あ、そうか、じゃあリーダーはもう誘わないつもりだったんだ。もうあいつはもういいや。確かに、腕もあるし、人気あるかもしれないけど、いらんって決めてたんだけど、社長が誘ってきたんだ。そうっす。え、それ社長は連絡あったの、リーダーには。ありました、ありました、ありました。みんな聞いてたんで。あ、まあ、わかりました。まあ、いいっすよって。はい、いいね、だから人間と人間とのなんかつながりがあるね。バチバチになりながら、ね、狭いコミュニティだから、青春やってんね。なんかそのまあ、まあ、ライブプロってさ、フルーティーとかもいるけどさ、そのやっぱアイドル、10代のアイドルってここまでのさ、なんていうかごちゃごちゃはないじゃん。あって、所詮あったって恋愛がどうだとかさ、家のなんか環境がどうだぐらいだけど、ここまで
人生の歴史が絡んでることないもん。結構多分その事務所の中でもやっぱアイドルの子って社長がオーディションしてとかあるんですけど、キー君に関して結構やっぱメンバー間でそのメンバーを決めたりとか、そっか、私はシュンタが誘ってくれたんです。同い年で、そうなんだ。それこそ僕の友達とすごい仲良くて、へー、会ってそのまあダンサー知り合いとかで、よかったじゃん、シュンタ釣ったことでもう一人テイちゃんも入ってきたから。まあそうです、そうですよ、最終的にはそうだね。そうだよね。シュンタ入れなかったらテイちゃんも入ってもんかった。まあそうですね、そういうことなんで多分感謝してもらいたいですよね。ていちゃんなんかないの悩みとか、悩みです、困ってることとか、もっとこうなったらいいのに、困ってることですか、なんだろう、困ってること、このグループに対してですか。あ、いや別にいいよ、何、私生活でもいいんですか。私生活はいいんですか。いいよ、全然ここでいいだって分かるから、俺も大体まあ39、40になるから大体のこと分かるから。なんかでも、うん、私なんだかんだで本当20年間演者なんですよね、ずっと。そうだね、なんかやってて、本当にもう最後の方、北海道のチアガールとかもやってたんですよ、日本ハムファイターズ。あー、なるほど、野球系もやったんだ。そうですね、でなんかもう演者いいかなって思ってた頃にお誘いを受けて入ったんですけど、でなんかやっぱこう今までずっとお仕事みたいな感じでやってきたことをいつこう見切りをつけていくのか、なんか自分の人生は結構いつも不安ではありますね。でもまあ、まあ、24でしょ。はい、まだいけるっしょ。まだいける。でもだからていちゃん的にはもうこのグループが最後でいいと思ってるってことでしょ。うーん、そうでもないんだ。もうなんならこれがイレギュラーだったんで、あ、本当はやめてたんだ、もういいかなみたいな。もう私先生もやってたんですよ、ダンスの。わあ、やっぱそれは歴20年でこんだけのバックダンサーあったら正直いっぱい来るだろうね、オファーはね。そうですね。で、振り付けもできるでしょ、多分。はい、行きます。おー、もういいかなって思った時に来て、始めて、こう改めて。なんで始めたの、そこ。別にもういいんですって言おうとも思ったでしょ。思いました。通用しないと思います私はっていうことでしょ、いわゆる。なんか今からこう再スタートな感じがなんかで、いやーってなりました。ゼロから面倒いわ。なりました、うん、なったけど、でもやっぱダンスだけだったんですよ。歌もちょっとなんか趣味程度ではやってたんですけど、うん、歌って踊るはまだやってなくて、20年間で。なるほど。それはちょっとまだやってないし、やっとくかみたいな感じで、本当になんか固い決意とか全然なしで入りました。思い出受験。はい。思い出受験で入りました。入ったらでも思ったよりめっちゃ忙しいし、うん、もう生活軸ギークだし今。なんか、でもそれはそれですごい楽しかった。めっちゃ楽しいです。思ったより楽しかった。はあ、思ったよりめっちゃ楽しかった。でもやっぱなんか私東京にも住んでたからもあるかもしれないんですけど、道内で有名になりたいですね。逆にというか、私もあんま東京進出とかあんまり、うん、もうあんまり考えてはなくて。よほど辛かったんだろうね、東京という。めっちゃ辛かったですね。あ、そう。何が辛かったの。でこれみんなにも言ったことないと思うけど、そういうの聞かせてくれよ。私も脱いで出されそうになったこととかありました。脱いで出されそうになった。これ本当に今の15歳14歳聞いてほしいよね。イメージビデオとか出す、まあね、みたいな感じで言われて、わかるわかる。で私がまだそんな OK とかもしてなかったですけど、サクサク進んだんですよ、どん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 。そうだよ、それだよ。